22日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます今日3月22日は放送記念日日本放送協会 NHK が1943年に制定した記念日ですこの由来としては1925年大正14年のこの日に日本初のラジオ仮放送を 初めて東京の芝浦にある東京高等工芸学校に仮スタジオを設けて午前の9時30分にアナウンサーの「ああああ」聞こえますかジョクジョクこちらは東京放送であります今日ただいまより放送を開始いたしますという第一声が放送されたということです 私はラジオとかがとっても好きなのでなんだか夢のある話だなぁなんて思いながらこの記念日の制定の由来を見ていましたいいなぁ私もやはりこうしてインターネットが普及した時代インターネットで聴ける放送っていうのもすごくいいと思いますしやはり公共の電波に乗せて聴 <laughs> けるようなラジオもとっても憧れがあります いつか私もお話をたくさん <laughs> 上手にできるようになってラジオをしてみたいですねそれでは今日のちょこっと英会話フレーズ今週は道案内のフレーズです今日はこんなフレーズをご用意しました。 IT OVER ONE OF THE CARD READER AT THE GATE 改札にかざしてくださいね非常に発音が難しかったんですけれどもあのカードリーダーにあのー、このピを改札にかざしてくださいねっていう説明をする文章です PASS IT OVER ONE OF THE CARD READER AT THE GATE <laughs> 非常にあの舌が回らなかったんですけれどもこちらちゃんとねゆっくり伝えれば伝わるかもしれませんので <laughs> 伝えてみてくださいそれでは最後に今日のちょこっと占いあなたが家を出て道を歩いていると新しいお店ができていましたそれはどんなお店だった 1, 1おしゃれなセレクトショップ2お花屋さん3おしゃれなワインバーさあどんなお店ができていたんでしょうか選べましたかそれでは1のおしゃれなセレクトショップを選んだあなた今日はじっくりと距離を縮めていく堅実さが すごく良い結果を導いてくれそうです会話をする時間をとっても長くしてよりパートナーや友人とそして好きな人と仲を深めてください今日のあなたのラッキーご飯はフレンチトーストです2のお花屋さんを選んだあなた今日は突然幸運が舞い込むかもしれません周囲の人と 人間関係を振り返ってみると人脈が見つかりそうです目上の人に特に注目です今日は綺麗なハンカチを持って出かけてみてくださいそんなあなたの今日のラッキーご飯は白いご飯以外のご飯です炊き込みご飯や十六穀米あの雑穀米だともっとグッドです3のおしゃれなワインバーを選んだあなた 頑張ってきたことに日が当たりそうです悩んでいることは信頼している人に相談してみてくださいいいアドバイスをもらえそうですよそんなあなたの今日のラッキーご飯はオリーブオイルを使ったイタリアンです夜だったらアヒージョなんかもいいかもしれないですねそれでは今日は金曜日皆さん平日がお仕事や学校の方そして今日はね あの、今日はというかもうこのシーズン学校を卒業される方なんかもいるかもしれないですね本当にお疲れ様でしたそしておめでとうございます <laughs> えっと金曜日なので何かできたらいいなと思っているんですがまだ未定となっております今日も素敵な一日をそして <laughs> 一週間の締めくくりを過ごせますようにこちらから祈っておりますそれでは今日も元気にいってらっしゃーい <laughs>